新年恒例の初競りが唐津市の魚市場で開かれました。最も高い値がついたのは 13.3 キロのブリで、西暦にちなみ20万2400円で競り落とされました。佐賀玄海漁協と唐津魚市場との合同で行われた初競りは午前3時半ごろから始まり、競り人の掛け声とともにブリ、サザエ、カニなどの魚介類がテンポよく競り落とされました。競りには地元の漁業を盛り上げたいと JA 関係者も参加。玄海灘で水揚げされた 13.3 キロの天然ブリを西暦にちなみ20万2400円とこの日の最高値で競り落とし、その後 JA の直売所で振る舞われたということです。農業も漁業も、そしてこの唐津地区も盛り上がっていけばいいなと。今年はもうある魚が行き着しまったりもブリが少なかということで、まあ、今年はないとかなって思ったら、まあそれなりに漁師さんたちが頑張って正月休みもなしに頑張って行って釣ってきてくれたかなと思ってありがたく感じております。初競りの取引額は去年のおよそ500万円より若干多い524万円だったということです。